できるんですか。じゃあこれやりましょうか。1たす2たす3たす点点点たす n は、これは実はシグマで表すとこうなります。 k イコール1の n の k で、これはこういうルールがあります。知ってます？初めてよね。1から n まで足したやつはこうなってこうなります。じゃあこれを証明しましょう。これを証明しましょう。で、証明するときにどうするんですか。はい、どうするんですか。まずじゃあこうしましょう、この真ん中は括弧にします。左辺と上にしましょう。ですでに彼女間違えました。まず n イコール1違いますね。点数やりましたね。まだ n イコール1の時と言います。そうすると左辺はどうなる。左辺はどうなりますか。 n が1、あれここに1じゃないですか。わざにかかりませんね。 n が1の時は1だけです。じゃあ n が2やった。ああすごいね。1たす2よね。 n が3やった。そうね、1たす2たす3と増えていきます。 n が4だったら1たす2たす3たす4と増えていきます。 n が n だったから1から n までになります。だから増えていくんですこれで。 n イコール1の時は左辺は1だ。じゃあ右辺は、まあ、それそうでしょ。1と1たす1だから1です。大事だ。よって正しいと言います。正しいと言います。で、ちなみに言うとね、これ n は小数とか分数とかマイナスがないんで、n は自然数という条件が大体あります。これがポイントですね。n が自然数の時しかこれは成り立たないんで、n は自然数というのは前提です。ナチュラルナンバーで n でございます。次。次からこそ言ったのは n イコール k で成り立つと仮定、成立と仮定します。こう書きます。そうすると、どうなるかというと、1たす2たす3たす点点点たす k が k たす1と。よしですね。そこでどうするんですか、これ。どうするんですか、石井の方。この場合だったら a2 乗の係数というのは、これから、そう。ところで両辺に k たす1を足す。別にカッコいらないんですけどね。一応足して。そうすると見えなくなったんで上に行きますと、1たす2たす3たす点点点 k たす k たす1。で、A の乗って全部からさ、一個一個全部 A を取らないから。こうなんです。よろしいですか。よろしいですね。そしたらこっちは CN1 ってわかる。K たす1で送りましょう。こんな感じ。2分の1だね。そうすると K と2になります。ああ、だから別に順括弧いりませんでしたね。こうなりますね。ついてきます？こういで。ついてきます？あ、ごめん、分かってる人には面白い。簡単で言われるね。 A の乗の時は全部から A 取るだけだから選びよう。こうなります。1係数はいいですか。そしたらよく見てください。もともとこの式っていうのはこうで1から K がで、こうところが今度1から K たす1枚足すから、ここってここ見てごらん。これの1個先になってる。 K の1個先は K たす1でしょ。これの1個先は K たす1でしょ。なってるでしょ。要するに N が K たす1でも成立ってなったんです。あ、いいのか悪いのか。学校の書き方があるんですよ。真似してついてきた。要するに N が本当はこうだったけど、ほらここは K たす1になっても成立する。大丈夫。よってって、よって数学的機能法においてか、その辺はもう勝手に皆さん学校のつもり書いてください。なんか適当に書いてください。すべての自然数で何かする。維新化はどういうふうになってるんですか。ああ、じゃあ今日はいいことだよね、これやるじゃん。よろしいですか。で、どういうことか分からない。分からないよね。1で成り立つじゃん。1で成り立つというかね。で、K で成り立つじゃん。そしたら K たす1で成り立つじゃん。そしたら1で成り立ったら1たす1の。で成り立つじゃない。
実は受け入れないだって計算数値で成り立つのは1で成り立ったら1たす1も2で成り立つ。じゃあ2で成り立ったら2たす1も出ないですよね。3で成り立ったら分かった。そうやって全部成り立ちますって言うよ。よろしいですか。分からん。 N イコール1で成り立ちます。で K で成り立つと仮定したら K たす1でも成り立ちます。問題はね、このところでのこの部分ですよ。この両辺にこれを足すっていうのは難しい。気づかない。ほら、これの1個先を両辺にして、変形し、それで結局 N イコール K で成り立ったら、N イコール K たす1で成り立つわけだから、1で成り立ってるの分かってるから、1たす1の2で成り立つやろ。2たす1の、3たす1の、ってことは永遠に成り立つって言っていいから。よろしいですか。わかりました。で、皆さんに今からこれをやってください。証明あるんですけど、1次乗2次乗 n 次乗イコール6分の 1n の n たす1の 2n たす1の証明をやってください。でもそれ問題そうありますんでやってください。でそれが終わったら皆さんはシグマ計算をしてください。シグマ計算できました。もうシグマ計算できますか。できないならやってください。で、これが終わったらその先がどんどん上がります。はい、やってください。